人はいつ死んでもおかしくないとかなんだね。人はいつ死んでもおかしくない。普通の人はね、死っていうとね、遠いもんだと思ってるんだよね。あなたもそうだし、常連中もね。僕はよく嫁は3ヶ月から物を考えるとか言うけどね、みんなピンとこないね。嫁は3ヶ月ピンとこねえなという感じでね。人間誰しも病気になると思ってないし、誰しも死ぬと思ってないんだよね、人間っていうのはね。死は遠いもんだと思ってるわけだ。で、何かの瞬間医者行った時、嫁は3ヶ月やっててパニックになるとみんな。わかる？僕の家に医者がいるんだけどね、がん専門医なんだけどね、もう 99.9% なんだって。来た時にね、がんと思ってないんだって。と同時にね、あと嫁見つけたって言ってもね、みんな信じないんだって、自分のこと。みたいな感じでね、そのぐらい人間というのはおめでたくできてると。でも死は突然来るんだよってことをよく言ってるんだけどね。僕は5歳にそれを味わったわけですよ、ね、もう医者は絶対助からないって言われた。親には即死だと言ってきた。でしかもその後僕はもう5年も6年間もう尋常ない苦痛をね、味わって生きたわけですよね。要するに歩くことも立つこともできない、その時にね、本当に死ってあるんだなってことをね、いつもいつもこうね感じながら、でも負けたまるかっていう気持ちでこう生きてきたんで、やっぱりね、生きるっていうことの大切さ、一日一日の大切さとかね、それから、いつ死んでも人間っておかしくないんだっていうことがね、ずっと僕は小さい時からね、体で覚えたわけですね。と同時におふくろがいつも言ったことはね、あなたは一回死んだ体なんだと、ね、神様が特別にね、この命をくれたんだと、だから残った命はね、人のために尽くしなさいっていうことをね、まるで宗教のね、教祖が僕に洗脳するようにね、おふくろはいつもいつも人のため人のためって言ってきたわけ。だから変な正義感が強くなっちゃったんだ、変な正義感が。ですから非常に喧嘩っ早いしね、頭くるカッカするし、僕はね、要するに変な妥協とかね、ダメなんですよ僕は。人に媚びるとか、妥協するとか、許すとかいやできないんだね。僕一生懸命行きますよ、ものすごい勢いで、毎日毎日をね。だから誰だら嫌いなんだね。会社来ていても、詰めてくれってよく言う、分かる、詰めるって、スケジュールダーッと詰めろと、ね、中途半端の一番嫌なのよ。だからね、どっちかって時間をこう凝縮して、なるべくね、この無駄な空間を作りたくないんだよね。でさ、ある行ってもらったら、じゃあジム行って体鍛えようとかね、ある時間があったらちょっと本屋行って本パッて読もうとかね、何かそういうね、自分でカテゴリーをこう作って、とにかく一日という時間をこう無駄にしたくない。なんか結構起きた瞬間から僕パワー全開でね、テンション高いんですよ、毎日毎日。だから孫はさ、逃げてますよ、じいじテンション高いみたいな感じでね、おはようみたいな感じであるから、僕はボワッてびっくりしちゃったのね。一番テンションが起きた瞬間からよ、僕、寝る瞬間はテンション高いんだから、ずっとでポコッと寝るんだけどね。だからそういう感じでね、やっぱり時間に対してすごく一生懸命こうやってるかもしれませんね。それはそういう姿勢感があったからかもしれない、ただもったいないじゃん。確実に人間死んでいくんだからさ、生きてるしかできないじゃない。だって一日一日にもったいないよね。もしあなたがだったらだよ、あと見つけて死んじゃったらね、一日一日大事だと思うよ。だって、今日寝てようかなって言ったら、もうそれ一日終わっちゃうんだよ、90分の1終わっちゃうんだから。違う？でそれが50年後だと思ってるから無駄にするけど、分かんないぞ。だから一日一日生きてるやつはさ、いつ天命下ってもね、まあいいかと、もうちょっと生きたかったけどという気持ちでさ、諦めつくじゃない、こんだけ一緒に生きたんだからまあいいかみたいなね。そういう人生がいいよね。ドタバタになってからもっと一緒に生きればよかったななんて言ったら、もうあとの祭りだもん。だから思いっきり仕事して、思いっきり恋をして、そして思いっきりお酒飲んで、思いっきりスポーツして、思いっきり映画見てって言って、もうとにかくさ、欲張りになってね、思いっきり一日をね、エンジョイすることがお母さんに対するね、あれですよ、恩返しですよ、ね、大変な苦痛の思いしてみんな生まれてきたわけだな、お母さんの中から。だったらね、その恩に対してね、お母さん思いっきりありがとう、思いっきり生きるよって少し世の中のためになることをしてね、思いっきりね、元気よく楽しく生きてることがね、親孝行よ。だから僕、座右の銘は親孝行なん。一回ね、親だと親に僕は死んだって言われてさ、ね、どのぐらい親が悲しいと思う？あなたがね、お母さんにね、今日何々さん即死ですって言ったら、昨日お母さん死んで止まるかもしれない、やったすると、ね、そういうの僕さしたんだよ、実際息子さん即死ですって。その時のショックっていうのはきっと一日で真っ白にしらないぐらいのショックだったと思うね。そういう悲しい思いさせたんだ、僕は親に対してね。だからこそ、ね、生きたんだから絶対悲しい思いさせたくないということでね、だ僕はいつも元気で、いつも世の中のために、人のために何とも言って頑張ってる姿を見ると、おふくろはね、ああこの子産んでよかった、あの時ね生きててよかったっていう気持ちになるでしょ。これが一番の孝行だよ。
でよくね、親のためにね、僕はね、後を継ぐんですとかね、親というじゃバカかと、もうね、親はそんな求めてないよな。親は自分の子が一番伸び伸びと元気で楽しく生きてる姿を求めてるんだよね。本当の親孝行っていうのは、もういつもニコニコしてはつらつと生きてる姿を見せることが一番の親孝行だって。自分の人生を捨ててね、嫌な人と結婚したり、ね、嫌な仕事をしたり、ね、家を継いだりなんていうのは偽善ですよ、なものは、ね、だから絶対素直に生きやすいための人間っていうのは、その笑顔で楽しく生きてください、ね。